こんにちは、リンです。今日はですね、キャンドゥさんで購入してきましたニュアンスモヘアですね。トップダウンのセーターを編んでいこうと思います。カラーナンバー8番、アクリル 100%、約 25g 入りで 102m 入っています。かぎ針の目安が4号から6号ということで、使用かぎ針、今回7号で編んでいきたいと思います。前回のセーターと同じ号数で編もうと思います。はい、それでは、作り目作っていきます。まず、鎖を100目編んでいきたいと思います。はい、では100目編めました。つなげていきます。輪っかにしますんで、こんな感じで V を持ってずっとくるくるならないように持っていきます。で、最後まで来たらこう上げて、この裏山分かりにくいですね、はい、裏山に通して、おっと、はい、引き抜きます。はい、つながりました。では鎖4で立ち上がります。4したら、長編みを同じここに今つなげたところに1回入れます。はい、これで1目目というか1つ目の V ができました。はい、で次ですね、ちょっと分かりにくいんですけど、裏山が、今これが次の目で、その次の目で、次の目ってあるんで、3つ目ですね。1、2と飛ばして3つ目、ここに、長編み鎖1長編みします。はい、長編み1鎖編み1長編み1で V を作ります。これと似たような感じで出来上がるので、裏山を2個飛ばして3個目に長編み1鎖1長編み1をとりあえず、あと3つ作っていきたいと思います。では編んでいきます。はい、では1、2、3、4、1、2、3、4、5と5個 V ができました。ここでコーナーを作ります。コーナーで、まず鎖を2目します。はい、もうこれで角が、最初の1段目の角ができたので、次の辺に行きます。今 V をここに入れたんですけど、その真横の目、ここにまた V を入れます。はい、真横です。はい、こういう感じでこうなってますんで、ここからこの V を今度は8回作ります。ここからは2目飛ばして3目目に裏山です。長編み鎖長編みと8回編みます。では V が8個になるまで編んでいきたいと思います。はい、それでは 1、2、3、4、5、6、7、8 と編めましたんで、コーナー作ります。 1、2と鎖を編んで、先ほどと同じです。ですぐ横の裏山に長編み1鎖1長編み1を編みます。すぐ横の裏山です。はい、でまた2目飛ばして3目目に V を入れていくっていう感じで、一周ぐるっとね編むんですけどもね、今8編んできて、次は10編みます。でまたコーナーを作って、また8編みます。でコーナーを作って、あとの5目を編んで、ここがまた10になるように編みます。10と8と10と8で V を作って
一周ぐるっと編んでいきたいと思います。はい、それでは一周ぐるっと編んできました。5編んで8編んで10編んで8編んで5編みました。では最初の目の頭に引き抜き編みをするんですけども、最初は鎖4目編んで長編みをしているので、鎖の3つ目、1、2、3と3つ目ここに針を通して引き抜きをします。これでつながりました。1段目完成です。では2段目以降ですね、編んでいくんですけども、この真ん中に編みたいので、この真ん中に針を通して糸を持ってきて、これを引き抜いて引き抜き編みをします。はい、ここからスタートですね。鎖4目 1,2,3,4 4編みます。はい、3目目にマーカーしておくと分かりやすいかもしれないです。で、長編みを1目入れます。これで V ができますんで、 V になりました。はい、では次、横のもの V の間、ここに入れていきます。ずっとなので、2段目以降はちょっと楽な感じで編めます。はい、こういう感じでですね、全部 1,2,3,4,5 とあるので、とりあえずあと3つ編んでいきたいと思います。はい、それでは5目拾えました。角に来たので角を編んでいきます。では今ね、ここに2目鎖が入ってるんで、ここに入れていくんですけども、まず鎖を1します。1してから V を1つ入れます。 V、長編み1、鎖1、長編み1しました。でまたここに鎖編みをして、でこれでコーナー完了になります。5目入ってますね。はい、では V 拾っていきます。これでずっとぐるっと一周編んでくるんですけども、はい、鎖1、長編み1、長編みと長編みの間は鎖1いりません。ここの V だけ、V できました。では V をずっと編んでいきます。はい、っていう感じでずっと編んで、ここのコーナーね、ここに鎖1、長編み1、鎖1、長編み1、鎖1と編んで V を拾っていく。はい、でここも、どこだここあと3箇所コーナーを拾って、で V を拾って、ここまで編んでいきたいと思います。はい、では2段目ぐるっと編めました。こんな感じで角がこんな感じになってます。では次の段以降の角の編み方をしたいので、まず 1,2,3,4,5 と編んでいきたいと思います。はい、それではこの V5 個編んできました。コーナーですね、3段目なんですけども、奇数段になります。奇数段はここに鎖が1、 V が1、鎖が1っていう風に入っているので、まずこの鎖のところに V を1つ入れます。そのままこの V にも V を入れます。鎖をしていません。でこの横の、鎖が入っているところ、ここも V を入れます。コーナーに3つ V を入れました。はい、これ以降は普通に V を入れていくんですけども、こういう感じで偶数段と奇数段の編み方をちょっと変えています。先ほど2段目はコーナーに鎖 1V1 鎖1って編んでいます。奇数段は鎖を入れずに V を3つ入れます。はい、こんな感じで増やしていきます。この感じでとりあえず3段目編んできて、また4段目編みたいと思います。では編んできます。はい、それでは、3段目ぐるっと編みまして、4段目のコーナー手前まで来ました。5個編んでます。この VVV が先ほど増やした部分になりますんで、
ここを拾っていくんですけども、増やした1個目の部位は普通に部位を入れます。はい。で、真ん中2個目、ここを先ほどの2段目と同じ感じで鎖1、部位を入れて鎖1って感じで編みます。で、この先ほど増やした3つ目、ここにも普通に部位を入れます。はい。こういった感じでコーナーを編んでいって、どん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 増やしていきたいと思います。こういう感じで首元編んでいってますので、これをどんどん広げて、ここの長さが50センチ超えるぐらいまで編んでこようかなっていうふうに思います。どんどん編んでいきたいと思います。それでは20段編んできました。横幅が50センチぐらいになったので、私はここでラグランの広がりを止めようと思うので、ここでカットをします。カットを、はい。で、ここでつなげてですね、ここから1段ずつ糸をカットしてですね、2段追加しようと思います。往復じゃなくてぐるぐる編んできたので、表目が前に出ている状態なので、こう往復すれば簡単な話なんですけども、ちょっと編み目が違ってくるので、1段ずつ糸を切って2段編もうと思います。この前にまず糸始末ですね。この最初の目のここが鎖3目目なので、ここに通しまして、でここに通します。はい。そうするとつながりますので、これで糸始末をしまして、ちょっと後で糸始末します。はい。これでつながりました。もう輪っかになったんですけども、ちょっと近すぎて見えないですね。はい。こういう風に輪っかになってます。このラグランなんですけども、先ほどご説明した通り編んできたんですが、ちょっと水かいてきました。ここだけ長いんですけど、偶数段は、V を編んで間に鎖を編んで、 V を編んで鎖編んで V で、奇数段は、ここは普通に V 入れるんですけども、ここに V 入れて、でここに V 入れて、ここに V 入れます。でここから普通に VVV って入れるんですけど、っていうのを繰り返してます。偶数段、ここに V 入れて鎖、 V 入れて鎖、 V、 これを繰り返すとですね、こういう風な感じで、ラグランになります。で、ここ、この V の真ん中ですね、ここにマーカーつけとくと分かりやすいので、ここに常にマーカーつけてました。はい。で、マーカーをつけたここにV を入れていきます。2段足すんで同じことを2回繰り返します。キュッとキュッとして、で、ここで1、2、3、4、4目鎖編んだら同じところに長編みを入れます。これ同じですね。で、ここ鎖入ってるんですけども、それを飛ばしてここに入れます。はい。この後はずっと V を拾っていくだけになりますね。で、こう最終はここに入れたら、この鎖1は飛ばしてここで終わりで、糸を切るって感じで、ちょっと1段編んでいきたいと思います。はい。それでは最後から2個目の V が編めたので、ここの鎖編みを飛ばしてここに入れます。はい。はい。これで1段編めました。はい。これで鎖1して切ります。カット。はい。これをもう1段同じように編みます。はい。ここに入れて同じです。2段編んで、で2段目ももう切っちゃいます。はい。
1、2、3、4てな感じで、はい、2段編んできます。はい、それでは2段足しましてカットしました。こんな風に半分に折り曲げて後ろに返します。そうするとここ四隅のマーカーつけてたあと2つが残ってるんですけども、ここと今足したこのを足したとこなんですけどね、端をこうつなげるとお袖になります。はい、こっちもお袖なんですけども、足して切った最後の部位ですね、最後の部位の真ん中と角ですね、合わせます。そうするとこんな風になります。はい、ではこの後ろの脇の下から糸を足して編んでいきたいと思います。はい、立ち上がりがあるのでこのちょっと目立たないようなところに作りたいと思います。一番最後の部位、さっき編んだ一番最後の部位ですね、ここにキュッとしまして足します。で、鎖4ですね、4しまして、で、V 編みます。普通に、はい、ここからスタートになりますね。でですね、後ろ側の最後の V に通したので次は前のコーナーに次は入れます。はい、ここねマーカー入ってるところですね、ここに V を入れます。はい、このマーカーはちょっとつけたままにしておきます。で、ここ鎖1入ってるんですけども、これは無視して V に V を入れていくっていう形で一周ぐるっと編んでくるっていう感じです。ね、ちょっと見ますね。はい、ではずっとここを編んで表のこの、ね、表の部分こう編んで、でまたここも同じように最後のコーナーに V を入れたら編み足した最初の目ここに V を入れて、でまたぐるっと編んできて、でここにつなげる、ここですね、ここがスタートなのでここにつなげる、でそれをぐる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 好きな丈になるまでぐるぐる編んでいくっていう感じになります。それでは胸から下部分ですね、編んでいきたいと思います。はい、それでは下だけ編み始めて25段編みました。この辺はお好みで長さを調節してみてください。ここから下のリブを編んでいきたいと思います。では最後の V に引き抜き編みをした状態でここで鎖を私の場合は11目編んでいきます。7、8、9、11編みました。それではこの裾、一番裾から戻っていく時は引き抜き編み、裾に向かっていく方は糸をかけての引き抜き編みっていう感じで交互に編んでいきたいと思います。1段目はですねこの裏山取っていきたいと思います。裏山はですねこのポコポコっとした裏山に針を入れて持ってきて引き抜き、10目拾います。はい、それでは10目拾いましたので次なんですけども、長編み鎖長編みと入っているので鎖を拾います。鎖は2本ここ2本取ってます。引き抜き編みで次の長編みの頭2本に引き抜き編みで編み地をひっくり返しまして糸をかけての引き抜き編みをするんですけども、今引き抜き編みをしたこの1、2目、ここは、そのまま触らずに3つ目、こっちから10個目ですね、10個目に糸をかけての引き抜き、あ、奥の半目に入れてます。奥の半目、はい、はい、
こう見るとね、この V があるので、この V の横、奥です。ここここに10目入れていきます。最後の1目だけ頭取ります。この2本取って、はい、引抜き、はい、鎖1、ひっくり返しまして、また奥の半目を引き抜き編みで拾っていきます。10目拾っても戻っていきます。よいしょ、うん、そう、はい、ここは10目目ですね。奥の半目取ってます。こっちはで、また同じように次の、長編みの頭で、次は鎖編みっていう感じで、またひっくり返して、糸をかけての引き抜き編みで10目戻っていくっていうのをぐるーっと一周編んでいきたいと思います。はい、では編んでいきます。それではこんな感じで一周ぐるっと編んできました。と、最後の1段残っているんで、ここまでずっと2目ずつ拾ってきたんですけども、ここが最初の V で、ここが最後の V になってるんで、ここを最後拾います。これで編み地をひっくり返して、糸をかけての引き抜き編みを2つ目からですね、3つ目じゃなくて、よいしょ、2個目から入れていきます。はい、10、はい、鎖1でここつなげていきたいんですけども、裏からですねつなげますんで、裏返します。ここに10目、ここに10目ありまして、このままですね、一度鎖編みをして、まずこちら側の2本取ります。で、こっちは奥の1本、これを引き抜きます。はい、こんな感じですね。はい、こうして取っていくと楽かなと思います。見えてましたでしょうか、このこれとの奥、最後内側に入り込んで分かりにくいです。はい、こういう感じになりますんで、で鎖1回してスッと抜きます。はい、これでつながりました。こんな感じに、ここです。はい、こんな感じでリブができました。はい、それでは首元ですね。首元はですね、ここにしようかな、こういうふうに針を引っ掛けて、こうすると2本取れるので、ここに糸をつけます。はい、鎖でキュッと締めます。ここを引っ張ったらこう締まりますね。ここに私は 1,2,3,4,5 と4目だけ、首の方はリブをつけようかなと思います。はい、では裏山2個目に引き抜き編みで、あとの3つも引き抜き編みをします。2,3,4 と、はい、でまた2目取っていきます。裾と同じです。1
なんかそんなにこう適当に撮ってます。糸始末すべきとかちょっと避けて、はい、息抜き、はい、この間に1回、このそれぞれ柱のある頭に1回っていう感じで、裾と同じようにちょっと目にはなってないんですけども同じように取っていきます。で、裏返したら糸をかけての引き抜きを4回します。4なので数えやすいですね。4つよいしょ、一番先、一番最後は2本頭取ります。あとは全部、奥の半目を取ります。それで、はい、あ、間違えた、はい、引き抜きしてからその後ろは糸をかけての引き抜きっていう感じでどん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 拾っていって、裾と同じようにつなげます。ここでつなげますね。はい、それでは、次はお袖の編み方になります。ここをマーカーしたままだったんですけども、ここにこう通しまして、ここに糸をつけていきたいと思います。はい、このままマーカーのところに今鎖位置しました。キュッと締めますね。で、ここで1,2,3,4と鎖します。はい、でもこのままこの2つの部分にこのままここ、マーカーついてるところに V を入れちゃいます。はい、入れました。で、このままこの V を拾っていきます。そうするとぐるっと1周28回 V を作ることになります。はい、では28回 V を編んでいきたいと思います。はい、それでは 27V 編んできました。それでは最後の V なんですけども、今ここが最後の下の段、最後の V でこの辺にウェアーってあるんですけどだいぶ飛ばして、このこれとこれの真ん中あたりにあるこの辺ここに V を入れます。はい、ちょっと穴が気になる場合はもうちょっと拾ってもらってもいいんですけども、な感じで、はい、1段目完了です。で、また2段目は 1,2,3,4 と編んで長編みで、 V には V っていう感じで、はい、まず2段目から4段目まで増減なしで編んでいきたいと思います。その後ちょっとずつ減らしていくっていう作業に入りますので、4段目終わりまで編んでいきたいと思います。はい、それではお袖5段目まで編んできたので、5段目、10段目、15段目と5段刻みで減らしていきたいと思います。はい、こんな感じで単純に書いたんですけど、この V の数が1段目から4段目は28個編んでるんですけども、5段目で1減らして10段目で1減らしてって感じで、5段ごとに 1V ずつ減らして、最終まあ23か30段編む場合は22になるかもしれないんですけど、まあ 1V ずつ減らして編んでいきたいと思います。で、分かりにくいところを減らしたいので、この袖の下あたりを減らしていくんですけども、今回はスタートを減らします。で、次の10段の時はこっちを減らしたいと思います。で、15段目はこっち、スタートで、20段目はラストっていう感じで、減らしていく箇所もちょっとずらして、こうこんな感じでギザギザ減らしていこうと思います。では、減らし方なんですけど、まずですね、あの4段目編み終わって引き抜き編みをしました。鎖3つ目にで引き抜きをします。真ん中にここから鎖を 1,2,3 編みます。はい、そしたら次は長編みをここに入れます。このここ
V と V の間のここに入れます。はい、でまた長編みを次の V のいつも入れてるところに入れます。はい、ここで3目編んだんですけども、次の段でですね、この真ん中のところに V を入れたいと思います。なのでこことここに1個入れるっていう感じになります。はい、これで減らしていこうと思います。でこれ以降は普通に V を編んでいくので、最後1周ぐるっと編んでいきたいと思います。最後まで。はい、それでは最後まで編めましたので、最初の目の頭に引き抜き編みをしてつなげますね。はい、あれ、はい、引き抜き。それでは次の段ですが、まずこの今の立ち上がりの横の長編みの目に引き抜き編みします。はい、で鎖を普通に4して、で同じところに長編みで V にします。はい、あとは一緒です。 V のところに V 編んでぐるっと編んできます。はい、次の10段目は最初じゃなくて最後で減らすので、ちょっとそこをやってみます。はい、最後2目余った状態で、まず長編みを1目入れます。はい、でそのまままた同じようにここの間に長編み入れます。でまたここに長編みを入れて、最初の目の頭に、引き抜き編みをするって感じになります。はい、でこの真ん中のところに V を入れるっていう感じで減らしていきます。はい、で私は今のところ30段までお袖を編もうと思っていますので、はい、30段、右腕と左腕両方、編んでいきたいと思います。ちょっと増やすかもしれないですけども、とりあえず30段編んでみて、最後何段編んだかっていうのは後ほどお伝えしたいと思います。はい、それではお袖を編んでいきたいと思います。はい、それではお袖は33段編みました。30段目も減らし目をしてますので、最終 22V が22個になっています。最後引き抜きをしたところで終わっているので、ここに鎖を1,2,3と6,7,8,9,10、はい、11目鎖を編みます。もう裾と同じように2目ずつこう引き抜きで拾って一周ぐるっと編んでいくんですけども、袖だけずっと引き抜き編みで編みます。2個目の裏山に引き抜き編み、同じです。ずっと引き抜き編みを10回とりあえず編みます。はい、こんな感じで引き抜きをしまして、それぞれこの真ん中の鎖に1回と長編みの頭に1回の引き抜きをして、編み地をひっくり返して、それぞれ奥の半目に引き抜き編みをしていくっていう感じですね。はい、お袖だけ引き抜き編みです。でこの最後の目だけ頭2本取って、でぐる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 編んでいきたいと思います。はい、それでは一周ぐるっと編んできました。鎖を1回して、で糸をカットしたんですけども、このままスルーっとした感じになります。先ほど裾でつなげたみたいに引き抜き編みでつなげてもいいですし、何でもいいんですけど、違うやり方としてとじ針で閉じていく方法で今回閉じていきたいと思います。変える意味はもういろんな方法があるということを言いたいだけで、大して意味はありません。
お好きな方法で閉じてくださいという意味です。今こっちが糸出てるんですけど、こちら側は、V の字の2本を取ります。これちょっとなんか変なことになってるんですけど、ここが一番最初の V です。でこっちはここが最初の V なんですけども、こっちは奥の半目を取ります。はい、こんな感じでキュッと、で1回でもいいんですけど、私ちょっと2回通しておきますね。なんか特に大きな意味はありません。はい、ってな具合にですね、こっち V ですね、でこっちは外側、ここに V があるんですけども、この外側ここを取ります。はい、こんな感じでこれを10回ですね。で次の目が分かりにくくなってくるかもしれないんですけども、はい、丁寧にこうしらみつぶしに見まして、はい、ここだなと、ここに入ってるからここだなという感じで見まして、こっちはこっちだなと、はい、こんな感じでつなげていきます。こんな感じでつなげました。はい、でこのままもう糸始末しちゃいます。できましたので表に返して完成になります。完成しました。はい、こんな感じで全く映りませんが、首元これぐらいです。なんか首元ってこうサイズ書きにくいので、ここでもう測っちゃいますね。 16.5 ぐらいです。はい、少し段差が生まれるぐらいのものになってます。ラグランはなんかこんな感じになりました。はい、先月ニュアンスモヘアを使ってトップス編んだんですけども、その時10玉買いまして、同じ時にですねキャンドゥさんに行って10玉購入しまして、1玉余りました。9玉目も半分、3分の1ぐらい残っているので、はい、9玉で編めました。結構がっつりリブも入れてるんですけども、9玉全部使わずに終わりました。最後試着をしておしまいにしたいと思います。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではポリンでした。さよなら。